です。7月3日水曜日朝6時の相場解説になりますえ今日はねトレンドがレンジに変化していくところを見たいと思いますそれからそれを確かめるために、えー、通貨強弱これも使っていきます、えー、ご覧いただいているのが日足ですけどもとりあえずね前回介入が入ったこちらのヒゲ先は抜けました不思議ですよね前回160円突破して2回連続で介入が入ったのに今回は介入の彼女も入ってないわけですよ ね、抜けていってあわや162円にいくんじゃないかなというところまでいきましたで移動平均線こちらグーッと開いてまだまだ上昇のポテンシャルを見せていますでその中で今日は一旦レンジに入ってるよってことなんですよねそれはあ1時間を見ると分かります4時間の方を見ていきますはいこちらですね上昇トレンドは相変わらず上昇トレンドですねで昨日は 帰りと、またね、くっつきってものをね、ご覧いただいて、それからまた反発っていうところがライムの線で起きましたよってことをお話ししました。えー、っとね、速化塾限定動画をご覧の皆様、多分そこまで詳細な解説ってのは送られてないと思いますけども、FX オリガルヒは、あの、ほんと3時間ごとに送ってますんでね、あの、ついてこれる方はあ、安々と利益が取れるというね、そんな寸法になっております。で、私のこちらの方ね、 気づいた方指摘してくださいましたけども私のロットがね1から2になってるつまり倍ロットを入れてるってことはそれだけ儲けやすい時期に入ってるってことなんですよよく気づきましたよねでもこういった細かいことに気づくのはすごく大事ですからね普段これは出していないんですけども今回はね価格を見やすいようにするためにちょっとね表示したまんまにしておりますはいそして現在の価格が161円の396から480なんですけどもさあここで 今日はレンジに入ったよってことなんですけども天井がここにいるわけですよねそして最安値、ね、4時間ではちょっと見にくいんですけども50ピップスぐらいのレンジがここにあるわけなんですよそれを1時間で見ていくとこういうふうになりますはい天井が2回叩いて大体ここでヒゲ先で決まりましたね161円の710あたりのとこです それからボトムなんですけども昨日の時点ではここだったんですけども今日は安値を更新してこちらの方になってますヒゲ先までを見るとこうなってますけども実態を見るとこういうふうになってますですので今ね倍でエントリーするのになかなかいいタイミングになってるわけですよさあその中でこのレンジが壊れるとしたらねどんな時かというと今晩 ADP の雇用統計いきますよね まあこれによっておそらく大きく数字がドンと変わっていくんじゃないかなと思います。まあそれまではレンジでいいと思います。じゃあトレンドからレンジに変わったことがどうしてわかるのってことなんですけども、レンジになるとドルと円のこの推移、その帰りってのがなくなるんですよ。それをこちらのグラフで見ます。これ見てください。ほら、ドルと円がぴったり重なったような形になってるでしょ これ、US ドルと円の関係ですよ。ずっと24時間、ここら辺多少開いてますけども、おおむねぴったり重なってるでしょ、こういうふうに。そうなるとトレンドが起きてないってことなんですよ。まあ、ですんで、確かめるために、この通貨強弱もチェックしてくださいねと。ここ24時間でこうなってますよってことです。どうでしょうかね。特にここ8時間とか4時間はぴったり重なってるでしょ。だからレンジなんですよ。 レンジってのはドルと円が釣り合いが取れた状態。つまり通貨強弱が起きてない状態ですから。まさにここでその裏付けができるわけなんですよね。はい。ということで今日の解説は以上でございます。レンジオプション、攻めていってください。それではまた。